山本柊五郎作「お馬印拝借」「一土田源七郎が来たという取り次ぎを聞いて三村勘兵衛はうんとうなずきながら口をへの字なりに引き結んだ」「何やら思いまうろうと言いたげな顔つきである」「うん」「もう一度うなずいて」 天井を振りいだそれから開けてあるつまどの向こうの庭を見合ったすると庭外れにある疎細畑で娘のぶが何やら立ち働いている姿を見つけたのでこれまた慌てて目をそらした傍らにいた妻のお菅はその様子をいぶかしそうに見守っていたがいかが飛ばしました お会いなさいませんのですかと聞いた。なにうおう。おう官兵衛は急いで、すぐに行くから、接待へ通しておけ。取り継ぎの者にそう言って、自分も立ち上がった。けれども、まだ何か、心に決しかねるものがあると見え、くったくげにため息をついたり、袴のひだを直したりした。 そして、やがてふと、妻の方へ振り返り、にわかに思いついたという調子で、どうだろう。あの鏡を、源七郎に使わそうと思うが、と言った。おすげは、夫を見上げたが、ああ、そのことだったのか、と、微笑した。私は、結構に存じますが、 のぶもいいだろうな。それはもう、もうすまでもないと存じます。それならよいというように、勘兵衛は眉を開きながら、初めてそこから出ていった。土田源七郎は、下腹巻のこしらえで、円座の上にしんと座っていた。額のひいでた、朝黒い顔に、 意の強そうな口つきが目を引く。二十六歳のたくましい筋骨はそれだけでも人を圧倒するように見えるが全体の感じは奥底の深い浸透した風格に包まれていた口実でございます。源七郎の会釈に答えて「よう参ったよう参った!」と言いながら。 勘兵衛は座についた。そして、それなり、言葉が耐えてしまった。玄七郎はじっとふすまの方を見守っているし、勘兵衛は膝の上で、寮の拳を代わる代わる慣れている。しかし、心の内では。そう、どうした。早くしないと、またりを逃すぞ。そう言って、自分をけしかけていいのである。 一口に言えば、彼は娘の信男を源七郎の嫁にやりたいのである。源七郎は榊原康政の家来で、その旗回り10基の1人に数えられているし、また彼にはおいに当たっていた。つまり、お寿の兄の三男であった。ゆかりも朝からぬ上に人柄も頼もしく、これこそ信男の夫にと。 早くから決めていたのだが、相手が無口であり、官兵衛がそれに劣らぬ口下手で、今日こそはと思いながら、つい切り出す折を得ないで来た。それなら、中央堂を頼めばよいわけだけれど、官兵衛はどうしても直に話を決めたかった。もらってくれるか。いただきましょう。そういうはっきりした約束を、 自分で取り交わしたかったのである。相対して座ったままかなりほど経てから。実は、この度出陣いたします。と、源師郎がようやく口を切った。先手組の番頭に取り立てられまして、今日これより掛川城まで下ります。ほう、先手の番頭か。勘兵衛は、 目を見張った。榊原の先手組は、その精鋭と激しい戦闘力を持って知られている。その隊長に選ばれたというのは、非常な抜擢であり、名誉であった。それはめでたいな。しかも、すぐ出陣とは。では、いよいよ甲州と始めるのだな。いかがでございましょうか。 私ごときには何も相分かりませんが、当分は掛川にとどまるものと存じますので、ご挨拶を申しにまかり出ました。それはよう来てくれた。それではともかく、衆議の支度をいたそう。勘兵衛はそう言って立ちかけた。しかし、立ちかけた膝を元へ直すと、急に意を消したという様子で。ほのほど。 突然ではあるが、底本が出陣するにあたって、いや、その出陣するというについて話があるのだが、ひどく堅苦しい調子でそう言い出した。と申すのは、実はわしの家に伝来の故郷がある。手のひらへ入るほどの小さな鏡だ。 裏にボタンの花が彫ってあるので、ボタンの鏡と申しておるが、何でもご感時代の品なだそうだ。いや、もちろん時代などはどうでもいい。話というのは、つまりその、わしとしては、信ブのむこになるものがあったら、かためのししとして、その鏡を死んぜようと考えておった。つまり、 婚姻の固めの印としてだ。兵衛にはそこまでこぎつけるのが精一杯だった。それだけでもう首筋へ汗が吹き出てきた。玄七郎はちょっと眩しそうな目つきになったけれど、やはりしんと座っているりだし、後の言葉の続けようがなくなってしまった。それで思い出したように、とにかく、 祝いの支度をいたそう。と、立ち上がった。原七郎は、静かに目をあげた。お待ちください。せっかくではございますが、まだ挨拶に参るところもあり、国言も早くはございませんので、祝っていただく糸間がございません。これで失礼をつかまつります。それは、そうでもあろうが、勘兵衛は、 困ったように空席をしたが、とにかく待て、と、いいさま、足早に奥へ去っていった。かなり長い間、待たされた。そしてやがて、人の来る静かな足音がした。それは、勘兵衛ではなくて、娘の信夫だった。年は十八歳になる。 飛び抜けて美しいとは言えないが、三村の信夫のとかなり評判である。それは、信夫の目のためかもしれない。幼い頃から体操情け深い性質で、人がトンボを取るのを見ても涙ぐんでしまう。犬の子や猫の子を見ると、すぐに懐へ書き抱かずにはいない。 召使いの者が叱られても泣き出す。そういう気心がそのまま現れているような目だった。見つめられるだけでこちらの心が温かくなり、生きていることさえが楽しくなるような目であった。この旅はおめでとうございます。信夫は手をついてつつましく挨拶をした。ひまったのは 身じまいをしてきたからであろう。薄く化粧をして余るほどの黒髪からは焚きしめた甲がによってくる。源七郎は黙って会釈を返した。信夫は静かに持ってきた複鎖包みを差し出しながら。力、お引き出物にと申します。お恥ずかしい品ではございますが。 お収めくださいますよ。そう言って被告頭を下げた。片時へのおざる、ちょうどいつかまつる。源氏郎は手を伸ばして受け取った。それは間違いなく今あるじが話した故郷と思えた。彼は目を上げてじっと信雄の表を見守りながら信ほどぬ。 こなたはこの品が何であるかご存じですかはい。そう答えながら、信夫も目をあげた。心に染み入るようなあの目だった。存じております。牡丹の鏡でございます。そして、にわかに赤くなった。それは不意に花の咲いた感じだった。 源七郎はその表を確かめるように見つめ、やがてまぶしそうに瞬きをしながら言った。確かに、頂戴いたします。勘兵衛夫妻が源七郎を式台まで送って出た。信夫は今へ下がって着替えをすると、すぐにまた庭の再園へ降りていった。 わずかな時の間に自分がまるで違う人間になったように思えるボタンの鏡を送ることが何を意味するかは父から聞かされたかねてそうなるのではないかと考えたりまた自分のようなふつつかなものがと諦めたりしていたそれがいよいよ事実になった自分はやがて 土源七郎の妻になるのだそう思うと何とも言いようのない感動で胸がいっぱいになり空の色も辺りの木々も畑の素材のみずみずしい緑までが今初めて見るもののようにびっくりするほど新鮮に見えだすのだったすると不意に信男殿 という人の呼び声が聞こえた。信男殿、こちらです。声は裏木戸の方だった。振り返ってみると、木戸を開けてつかつかと一人の若者が入ってくる。甲冑をつけているのでちょっと分からなかったが、近づくに従って河津虎之助だということが分かった。虎之助も、 同じ榊原康政の家来で、父親同士が親しかったから、この家へもかなりしばしば往来していた。いよいよ出陣です。彼は興奮した調子でそう言いながら歩み寄った。カイト、手切れになったのです。先手組に加わって、掛け川へ行きますが、何か非常な持ち場へ着くようですから。 生還は望みません。今度こそ、見事にうち死にと、覚悟を決めています。そこまで聞いて、信夫は胸をつかれた。源七郎は何も言わなかった。そんなことは、一言も口にしなかった。本当だろうか。我れ知らず、心がよろめいたとき、虎之助の咳込んだ言葉が耳へ突き刺さった。 約束してください。万一にも生きて帰ったら、その時は虎之助の妻になると。もちろん、生きて帰るつもりはありません。死に物狂いになって戦い、立派に討ち死にと覚悟をしています。それだからこそ、こんなことを言うのです。信夫殿、お願いです。出陣の花向けに約束してください。 未練ではない日頃の願いを確かめて行きたいのです。無礼も無作法も知ってのお頼みです。野村殿、どうか、承知したと言ってください。抑えに抑えたものが、ほとばしり出るような言葉だった。内死にと覚悟を決めた若い命の、それが最後の叫びだろう。 毎文字に突き詰めた小金を浴びて信夫は紙のように色を失った「はい」と夢中でうなずいた「はい私」ああ約束してくれますかああと虎之助は燃えるような目で大きく空を振りあおいだありがとう。 これで心残りなく出陣することができます。あなたの心さえ確かめれば、後の話は改めて。いや、それは今言う必要はありません。ありがとう、信男殿。彼は手を差し出そうとしたが、さすがにそうはしかねたと見え、時刻が迫っているからといって、情熱のあふれる目で、 じっと信夫を見守り、すぐに決然と身を翻して、裏木戸から去っていった。すべては、あっという間の出来事だった。夢のようでもあり、通り魔にも似ていた。信夫は、送信したもののように、しばらくは、そこへ立ちすくんだままだったが、やがて、口のうちではい。 つぶやき、その声で、がく然と目を見開いた。い,いえ、違います。違います、虎之助様。声をかぎりに、そう叫びたかった。しかし、もう遅いのである。一転瞬のうちにすべてが崩壊し去った。たった一言の、はいが運命を変えた。その一言は、 取り返しようがないのである。信オはひしと目をつむりそこへくたくたとひざをついてしまった、2. どこかに月明かりでもあるようなほのじろんだ夜空から細かい切り粒のような雨が音もなく降りしきっている。 5日あまり少しの晴れ間もないリングだったがどうやらもう上がりそうな様子で山の背の方ではしきりに風の当たる音がしていたあまり深くはないが山階の傾斜のひどい道でその上両側から覆いかぶさる干木の茂みに塞がれているため一列になった兵たちの一人一人が その枝葉を押し分けて登らなければならなかった。源一郎は先頭にいた。ざる沢というところを過ぎてからは、隠密停身を命じてあるので、兵たちは皆、しわぶき一つせず、滑りやすい坂道を登る合ぎと、かき分けていく草林のざわざわいう音だけが、わずかに、 列の動きを示しているばかりだった。死んでくれ。全員あげて討ち死にをしてくれ。掛川を出るとき言われた言葉は、今もまざまざと耳に残っているし、そういったときの安政の食い入るような眼光も忘れられない。彼はその言葉と眼差し等を思い返すことによって、 当面している任務の重大さを改めめて確かんは皆さんは甲斐の武田氏と三河の徳川氏との間に何かことが起こるであろうとは既に世人の早くから推察していたところであるこれまで両家には大井川を境として互いに犯すべからずという一種の 不侵略条約が取り交わされていたが戦国の世のことではあり雄大な勢力を持っている武田晴信が当時ようやく台頭し始めたばかりでまだ劣着な存在でしかなかった徳川氏との名役をどこまで守るかは全く疑問だったそしてその疑問がついに事実となって 現れる時が来たのである。駿河の国府中城、駿府ともいう、現在の静岡市には、武田氏の武将である、山形三郎兵衛正影が、二軍の軍を擁していた。彼はその頃ろ、有望の名を知られた人物で、もとより、小徳川氏などは眼中になく、次第に規則を破り、 島田に陣屋を設けた上、大井川を越して、遠州城東部の米を奪い、至るところで傍若無人の振る舞いをし始めた。かくて、永禄十二年、五月のある日、徳川家康が馬回り百期ばかりを連れて、金谷から大井川の西岸を巡検に出たとき、山形正影が、 千五百気余りの兵を率いて来るのと出会った。そこは川を越した金谷の駅に近いところで、つまり不審の約束を踏みにじった現場を見つかったわけである。正影はさすがに具合の悪そうな顔で、遅れをしてそこそこに行き過ぎたが、家康の手回りがわずかな人数であるのを見ると、にわかに馬を返し、 乱暴にもいきなり抜き連れて襲いかかった。家康は素早く、京愛の地へ退いて迎え、本多忠勝、榊原康政、大菅康孝らが死を決して切り込んだ。ご主君の気球を救おうとする一年不退転の切っ先に、たちまち七八機を切って落とすと、その勢いに圧倒され、また、 時と場所の不利を察した正影はすぐに兵をまとめて退き去ったのであるそれが今度の手切れの原因となった家康は浜松城へ帰ると直ちに甲斐との一戦を決意し掛川城へ援軍として松平清宗を入れ松平家忠に真虫塚の砦を守らせた こうして正面の守備を整えたところで菩提山奪取という秘策を立てたのだ菩提山は掛川から東北へおよそ十里駿河の国白軍郡にあって高さは七百尺余りだが上に堅固な砦が築かれている府中城の外類として遠州からの攻め口を睨むなかなか重要な拠点であった これを攻略して敵の側面へ一石を打とうというのである選ばれたのは坂木原の先手組で土田源七郎を旗頭に百五十機精兵すぐって敵類へと停進してきたのだった母大三んラッシュの使命は徳川本軍が駿河へ突入するまで府中の兵力を牽制するにある。 すなわち、府中攻撃の捨て石になるわけで。全を上げて討ち死にせよ。という意味は、そこを指したのだ。印の末ではありませんかすぐ後ろにいた河津虎之助がそう言った。そこに見えているようですが。うん。原七郎は足を止めた。 探索を放って調べさせた印の松敵類攻撃の足場となるべき場所へ着いたのだそれは山の中段にある大地で大きな赤松が草林の中に抜きんでておりそこから上は草木を切り払った裸の斜面で頂上へと続いている息を入れろ源一郎は聡明寺 氷の荷だがつくのを待って、その中のひどくかさばる荷を一包つつだけ別にした。何が入っているのか重くはないが、ひどくかさばかりある包みだった。聖吉、聖吉マグベはいるか源七郎は悔い声で一人の若者を呼び寄せると、これをその方の組で、

軽装になった兵たちは二手に分かれ、取手の西と南から急な斜面をほふして、じりじりと塁に迫った。いよいよ、雨の上がる知らせだろう。遠く東の方に雷鳴が聞こえ、辺りは幕を張ったように霧が巻き始めた。その濃霧の中に、息を殺して、 はいのぼってゆく兵たちの、あいじるしの白い剣符が、ちらちらと見えつかくれつする。頂上の石類は、もう、目前に迫ったが、そこにはなんの物音もなく、ひっそりとして、人の気配も感じられなかった。玄七郎は、南側から、五十人を率いてのぼったが、やがて、 高く右手を上げて打ち振った。先方の切り込む合図だ五人の銃手が鉄砲を上げて一度に撃った新刊たる行庵をつんざいて火が走り谷谷にこだまして銃声がとどろき渡ったそして西側から百人の先方が切っ先を揃えて累壁へ踊り込んだのである 不意打ちはミュートに功を奏したまだ府中でさえ徳川軍が動き出したことは知らないましてここまで突っ込んでこようとは予想もしていなかったので先方が切って入るや砦の中は全く困難に陥ったそのまま改装し去るかと見えたがさすがに怪物で 切り込んできた人数が少ないのを見るとやがて立ち直り愚足をつけるいとも,もなく素肌で飛び出したようなものまでが手に当たるやり刀を取って猛然と反撃に出始めたそこへ南側に待機していた源七郎の五十騎が表も振らず突っ込んだ堀を掘り石で組み上げた砦の中はひどく狭い その狭い通路で、溜まり場で、累壁の陰で、絶叫と怒号が飛び交い、刃と槍とが相打った。静絶とも、壮烈とも、形容しようのない白兵戦が、至るところに展開し、それが次第に、砦の外へと移った。勝敗の別れが明らかとなり、累を飛び越え、 三服を転げながら、回送する敵が目に突き出した。玄七郎は、五人ほどの敵を切り伏せた後、累壁の上に立って、戦闘の指揮をしながら、酒原の先手組が、いかに叶喚な戦隊であるかを、まさしく、己の目で見た。一人一人の正教なことは言うまでもないし、組となれば組全体。 体となれば体全体が一つの戦機にかっちりと結びつき、いかにも自在にその能力を発揮する。中でも特に目を引いたのは河津虎之助だった。彼は求めて強敵に当たり、いきなり己の全身を相手の切っ先へぶっつける。敵を切る前に、まず己を切らせようとするかに見える。 その真っ向からぶっつけてゆく大胆不敵さは部類のもので、いかなる強敵もほとんどこれを遮ることができぬありさまだった。戦いは疾風の錯化するおもむきで終わり、朝明けの輝かしい光の中で高らかに外貨を上げた土田隊は、休む暇もなく敵の逆襲に対する防備を整えた。 ニラを上げ渋滞を配置し崩れた累壁を直し見張りを立てたそして敵味方の死傷者の始末をしてから人員の転向をした味方の損害は死者二十四人とわずかな負傷者で考えたよりもはるかに圧倒的な勝ち戦だった。 兵糧を使う許しを出したのは午前八時を過ぎた頃である。思い思いの場所に寄り合って弁当を開いた兵たちは、まるで野遊びにでも来た子供のように危機としていた。おい、本当に朝飯前ということはあるものだな。誰かそういうものがあった。いかにも缶に耐えたという小金だったので。 わっと笑い出すものがあり「黙れ野暮」とか「そんなことは原先手組のつ潰れだ」とかわめき出すものもあって満々、ま、たる活気が揺れ上がるように見えた手早く兵糧を使った源七郎は一人で催涙を隅々まで見回った武功見宗両松倉があり東に面して 馬の通う道がついている。から号は二重で、その後ろに石類を築き上げ、西南の隅に物見のボロろがある。その下の石筒のような造りが武将の詰所であろう。そこから狭い通路が兵たちの長屋へ続いていた。水がないな。すっかり見回った彼は。 眉をひそめながらそうつぶやいた。なかなか堅固な取りだ。これなら小勢でも十分戦える。水の補給さえつけば。まず、水の湧く場所を見つけなければなるまい。そうつぶやいているところへ、河津虎之助がやってきた。汗を流しなさいませんか今水がめを見つけ出したのですが。 いいな。玄七郎はすぐに厳ビスを返した。しかし、みんなに行き渡るほどあるかいや、下へ今、水場を探しにやりましたから。そう言いながら虎の助は、ボーロの下へ導いていった。そこには四頭余りも入りそうな水亀が担ぎ出してあり、半蔵の支度もできていた。それを見ると、 数日来の汗と油で粘りつくような肌が急にやりきれなくなり、玄七郎は急いで具足を脱ぎにかかった。虎之助はそばから手を貸していたが、脱い捨てられるものを片寄せているうちに、ふと小さな複鎖包みを見つけ出し、何やらいぶかしそうにじっとそれを見守っていた。玄七郎は、 頭からザブザブと水をかぶり始めた「4」「こらやりきれない」「こう暑くてはどうにもならん」「骨まで腐ってしまうぞ」だるそうな声でそういうものがあった「また始めたぞこいつ」「ほかに何か言うことはないのが」「口さえ開けば熱い熱いと知恵のないやつだ」 じゃあ、貴様、ずくないのか暑いと思えば暑いさ。寒いと思えば寒い。すべてこれ、人間盲念のいたすところだ。当の何とか言う詩人の何とか言う詩だっけ安全がどうとかして、神道を滅却すれば、火もまた数うしと、転結に言っているくらいだ。安全が、どうするんだ安全はどうでもいい。 真と滅却というところが肝心だ。どうでもいいといたって、安全がどうかするから、日も涼しくなるんだろう。いや、安全はどうもしやしない。安全は何にもしないんだ。どうして何もしないんだぶん殴るぞ。周りの者がみんな笑い出すと、向こうから一人が呼びかけた。や暮に叶うな。そのぐらい無道りな奴はないぞ。この前、 犬攻めの時だったが、そう寄せになって、矢玉の中をひたおしに突っ込んでゆくと、矢米、俺の前へのそのすと背中を持ってきた。なんだと聞くと、背中をのみが食っているから、ちょっと手を入れて書いてくれと読んだ。何のみだってという声につれて、みんなが失笑した。何しろ、だまのビュービュー飛んでくる真ん中だからな。さすがの俺も。 開いた口がふさがらなかったよ。そこで、貴様どうした俺が俺はその、どうしたって、それは榊原の先手組だ。頼まれて嫌とは言えないじゃないか。つまり、背中へ手を入れて、書いてやったわけかって見れば、まあ、そういう結果になるが、今度こそ、みんな一度に笑い崩れた。ヤゴと呼ばれる男は、 少しも動じない顔つきでお前は無道りだなんぞと言うがな影湯浩二郎三郎左衛門鉄砲玉に当たるのは我慢できるけれども飲みに食われてかゆいのはたまらないぞそう言いながら彼はいかにもたまらなそうな身振りをしたまして甲冑をつけて蒸されて汗がじとじと流れている時などは背中中がむずむずしてこうこの辺が おい、やめろ、やごえ。なんだかこっちまでかゆくなってくる。日陰になっているたまり場の話し声を聞きながら、原七郎は砦を回ってゆき、崖へ突き出しに、組み上げてある物見へ登った。六月初めの夏空は、浮き雲もなく晴れ上がって、真上から降り注ぐ日光が、あたりの累壁へ、目も痛いほど、 ギラギラとてりつけているしかし物見へ登ると駿河の海まで見渡す壮大な眺望が開け吹き渡る風も肌にしみるほど爽やかだったこの砦を占拠してからもう14日になるいつ逆寄せしてくるかもしれない敵に対してこのわずかな日数がすでに決して楽なものではなかった 鳥出には水がないので、夜になると敵の監視の目をくぐっては、谷会まで組みに行く。食料も少ないし、矢も弾丸も足りない。これは掛川城から補給が来るはずではあるが、それまでは今持っているだけで、いかなる挑戦にも応じなければならないのだ。一戦して死ぬだけなら問題はないけれども、 本軍の駿河進行まで敵兵力を引きつけておくのが最後の目的だとすると単純ではない。しかも敵がどう攻めてくるかによって防戦の方が決められるので困難は一層大である。煩のすべからず、源七郎は幾くたびも繰り返しそう戒しめた。挑んでくる戦いが いかなる形であろうとも、これは最終の目的まで引きつけて話さぬ。その一点のほかに、なすべきことはないのだ。すべては事実に当面してからである。その前の思案は、かえって紛れの因となるだろう。源始ちろは、まぶしげに目を細めながら、紺碧色にないでいる。 遠い海の色を見守り、ふと浜松の山河を思い描いたが、その時、後ろに人の足音がするのを聞きつけて振り返った。登ってきたのは河津虎之助であった。ここは数週ございますな。彼はそう言いながら近づいてきた。むやみに登ってきてはいけない。 敵の目標になって狙撃されるぞ。源七郎がそう止めるのちょっとお話があるのです」と押し返して彼はじっとこちらの顔を見守った同じ坂木原の家臣ではあるが先手組へ来るまで源七郎は彼のことをよく知らなかった。 彼が素晴らしい戦士であるのを知ったのは、この砦を攻めた時のことで、その敏将と大胆不敵な戦いぶりは、まざまざと記憶にある。それで源七郎は、彼に抜刀組の頭を命じ、密かに片腕とも頼んでいたのであった。話というのは何だ実は、先日ふとして、 拝見したのですが。虎之助はなお、相手の目を見つめながら言った。お頭はたかしらは珍しい環境を持っておいでですなあの、袱紗に包んだ品ですよ。源七郎は眉をひそめた。それはいつも鎧の下へつけて。なるべく人目に触れぬようにしていたものである。 どうして河津がそれを見つけたのかわからず不快な気持ちで次の言葉を待った。ご。あの鏡の裏には確かボタンが彫ってあると思いますが違いますかどうしてそんなことを聞くのだボタンの鏡なら拙者も あるところで見たことがあるのです。ちょっと、死災のある品でした。交換時代のものだというその値打ちは別として、そう言いながら彼はしつこく、原死郎の目を見つめて話さなかった。その司祭というのは、こうなんです。その鏡の持ち主には美しい娘があって、鏡はその人の嫁入り道具に持たせてやる。つまり、 向こう引きでというような意味でしょう。拙者が拝見したとき、その持ち主はそう言っていました。ところが、あなたがその鏡を持っておいでになる。とすると、つまり、つまりそれは、と、源七郎が遮った。どっちにしても、そこ元には関係のない話だ。そう思いですか。虎之助は、唇をぎゅっと、 片方へ歪めた。本当に関わりがないと思いなら申し上げますが、その故郷が無呼引でとして誰かの手に渡ったとしても、それは当の娘の知らないことなんです。というのは、すでに娘は他に言い交わしたものがあるのですから。いつも静かな源七郎の顔つきが、その時、 くっとひきしまった。虎之助はとどめをさすような調子で、そうです。と続けた。その娘には、行く末を訳したものがある。たとえ親がどう決めようとも、娘の心は他にあるんです。はっきり申し上げますが、それは、この河津虎之助ですよ。添い切った途端である。 源七郎が物も言わずに、突然彼をもろたれ突き飛ばした。虎之助は、あおのけにだっと倒れ、何をなさると叫んで跳ねおけようとした。そこへ源七郎が、折り重なるように身を伏せて押さえつけ、動くなと叫んだ。敵の狙撃だちっとしていろしかし、それより早く、か、か、と、銃弾が、 物見の累壁をえぐり、石くずと土をはね飛ばした。たんと谷にこだまして、銃声がかなり間近に聞こえる。虎之助は、こくっと息をのんだ。しばらく、肥弾の隙を見ていたが、やがて玄七郎は、早く、この間に累へ入れ、と、虎之助を押し合った。一言だけ言っておくが、ここは戦場だ。 これから決して、鏡のことなど、口にしてはならん。俺はここにいる。下へ行って、二番組に、松の木へ、銃を伏せろと言え、敵は寄せてくるかもしれんぞ。虎之助は、すべてのように、瑠の中へ飛び降りていった。原子郎は、身を伏せたまま、敵の様子を見合った。そこから、山の斜面の東と南側に、三つの谷がある。 敵はそこに陣を築いて攻撃の木を伺っているのだ。今、その一番左手の陣地のあたりに昌園の上がるのが見えた。お旗頭、王者を許してください。登り口から二番組のトネ・五郎ー・タカを叫んだ。源師郎はならんと答えた。撃つべき時には命令を出す。用意だけして待て。 敵が見えていいのです。お願いです。一発ずつでもいいですから、打たしてください。ならんという厳しい声で、しかしようやく五郎太は去っていった。敵は物見にいた二人を狙撃しただけで、まもなく銃声もやみ、たりはうだるような暑さの下で、再び元の静けさに帰った。思いがけぬところから、 思いがけぬ問題が起こって、原子治郎の心は少なからず当惑した。虎之助がどんな男であるかは自分にはよくわかっている。戦いぶりそのままの直接な曇りのない性質で、決して根もないことをあのように言う男ではない。彼の言葉はおそらくジースであるか。 よほど事実に近いものと思わなければならぬ。だが、それなら、あの時の信夫の態度はどう返したらいいのか。この品がなんだか知っているかと聞いたら、信夫は顔さえあからめながら、存じておりますと答えた。それは、ボタンの鏡であるということよりも、 その鏡の持っている意味を指している様子が明らかだった。少なくとも彼にはそう見えたのである。もしすでに河津と言い交わしてあったとすれば、平成の信夫としてあのような態度を見せられるわけがない。そう考えるのは誤りであろうか。信夫の夫は俺だ、という。 虎之助の激しい表情と、頬をあからめながら、心を決めたように振りあおいだ娘の目とが、ボタンの鏡を中心にして、研ぎたい謎を、玄七郎に押しつけるようだった。もちろんそんなことに、いつまで心を苦しめていたわけではない。彼は盲念を振り捨てるように、すぐそのことを忘れた。 今どんな小さなことを思う余地もないほど彼の立場は重要であるそして実際まもなく敵陣の活気だってくるのが見え始めた六、敵は日しに兵を増強した遠い平原の方から 山階の道を縫って丘陵を回り森を抜けて陣馬の足元から立ち上る土ぼこりがうねうねと動きやまなかったことに檜峠の辺りでは旗差しものひらめく様も見え矢玉や兵糧の荷だと思えるおびたらしい馬の列も数えられたやつらは恐ろしく大がかりでやってくるなあ。 の人々ははらいいながらそう言いやした。つまり駿府にやりったけのものを持ってきてみせるんだろう戦には負けても数では負けないというつもりなんだお直しみをしないわけなんだなそういう村口の裏に敵が非常な兵馬と矢玉を集中するのはこの砦を守る自分たちの戦力のすばらしさの反証であるという。 誇りと会心の気持ちがあからさまに現れていた源七郎はしかし違った意味で喜びをじっと抑えていた敵がここへ兵馬を多く集めることは願ってもない幸運である本軍侵攻まで敵を牽制するという菩提山選挙の目的はここで半ば成功したとも言えよう あとはこの敵を引きつけておけばよいのだ。ただ一つ、やだまが足りない。どう支援しても、それだけは不足だった。兵たちにも、それが懸念だと見え、しきりに補給のリーダーの来るのを待ちかねていたが、やがて五輪の組頭が、そろって意見を述べに来た。掛川へ、 死者をやっていただきたいというのである敵の攻撃はすぐ始まるかもしれません糧食はともかく矢玉はぜひ補給を要しますお許しくださるなら拙者が掛川へ参りましょうとね五郎太がそう言った源七郎はかぶりを振ったそれはよそ無論補給が来ればそれに越したことはない けれどもここの戦いはどれだけやだまがあってもこれで十分という限度はないのだやだまに頼るのはよそ全員挙げて討ち死にという初めの決意一つで戦ってゆこう仰せですがどこかにトゲのある調子で河津虎之助がこちらを見た 矢玉の補給がつけば、ついただけ、戦いの効果も上がると思います。それと我々はただ、討ち死にさえすればよいのでしょうか全員が、討ち死にさえすれば。玄七郎は厳しく、五人を見回していった。この隊の旗頭は、土田玄七郎だ。命令は俺が出す。組頭としての意見までは聞くが、 指しずにわたる言葉は許さんいずれも持ち場へ帰れこれまでかつてない厳しい調子だったみんな威圧されたように黙る中で虎之助一人はしかし噛みつくような目で源七郎の横顔をにらんでいたそれから数日して 敵陣に新ししく大軍の到着したた。様子が見えたちょうどその夜半に菩提さんの砦へも待ちに待った掛川からの補給の氷がついた彼らは五日前に大井川を渡ったのだが敵の監視の網をくぐるのに時を費やし菩提んの北側の剣路をよじてようやくたどり着いたのであった。 考えたよりも余分の矢玉と食料に添えて酒が来たけれどもそれより意外だったのは浜松にある家族からの恩診が託されてあったことだこれは全く予想もしていなかったのでそこにもここにも喜びの叫びが上がった源七郎は掛川にいる榊原康政からのミッションとそして 浜松の三村官兵衛からの手紙が渡された彼は自分の詰め所へ入り小さな灯明の光の下でそれを開いた安政の書面は決戦の機を知らせるもので「本気か本軍は6月17日午後大井川を渡って進攻する。 菩提さんの書士は「当日万難を拝して敵兵力を日没まで牽制せよ」そういう意味のことが簡単な力強い文章で記してあった源七郎は読み終わるとともにふと微笑し灯明の火を移してそれを焼き捨てたそれから 三勘兵衛の手紙を取って封を切ったが中から出てきたのは信夫の文であった気づいてみると封の主席も信夫のものである源七郎は何事かと思い豆名を引き寄せて読み始めた取り急ぎ申し上げ参らせそろ。 文はそういう書き出しで出陣の日の出来事が正直に書いてあった心ならずも虎之助に「はい」と答えた前後のところは文字も乱れているようでいかにも切ない気持ちが現れていた一筋に思い詰めたるご様子なり必死を覚悟のご出陣と申し いかにも嫌とは申し上げられず「夢うつつのごとくはいとお答え申し候ろうことにござそろ」「あなた様へはお詫びのいたしようもなき不始末」「信夫の身にも取り返しがたき」そこまで読んできた源七郎は後の文字を見るに堪えなくなって率先と文を置いた。 彼は片手で額を押さえ、低くうめきながら目をつむった。初めて謎が解けた。信おは自分と未来を言い交わしてある。そういった虎之助の言葉が今こそよくわかる。たとえそれが虎之助の一人画展だったとしても、その言葉に嘘はなかった。 うん。源ン郎は、もう一度うめいたが、それから静かに立ってるいを出て行き、ぼうろうへと登っていった。深夜のぼうろうで、彼は一人、何を考えたのであろうか。それは、のぼうがいじらしい、という、ただ一つの思いだった。その時、 はいと答えた、信夫の心理が、原始郎には痛いほど、鮮やかに推察できる。他の者なら、言えと言えたであろう。事情は話せないまでも、基人の上で、というくらいは、口にしたはずだ。信夫にはできなかった。悲しいほど、哀れみの情の深い。哀れなほども、 温かい、優しい信夫には、それができなかったのである。信夫。源師治郎は、美しく星のきらめく空を振りあおぎ、静かに口の内でつぶやいた。よく、はいと言った。それがお前には一番似合っている。不始末ではない。 それでよかったんだ。虎之助の申し込みもとすじで美しいこれでいい何も悲しむことはないじゃないか俺は喜んであれに鏡を譲るよなん半時ほどしてボローから降りた源七郎は すっかり落ち着いていた彼はすぐ三村勘兵衛に宛てて手紙を書いたそれからボタンの鏡を固く包みにして一緒に二役の裁量に託した彼らが山を下りていったのは夜明け前のことだったこの間に兵たちは矢玉の荷をほどき糧食を蔵へ運び入れていた みんな生き生きと元気になり突き上げてくる当主を抑えかねるもののように何やらわめいては叱られるがすぐにまた好きなことを怒鳴ったり叫んだりしていた6月16日の夕刻源七郎は河津虎之助を呼んで一通の書状を渡しこれをもって掛川城へ行けと命じた日が暮れたら すぐ山を降りろ。この書状を、いかなることがあっても、御主君へお手渡し申すのだ。拙者が参るのですか虎之助は青くなり、静かに頭を振った。失礼ですが、他の者にお命じください。拙者は、ここに留まります。この時にあたって、戦場を去ることはできません。旗頭の命令だ。威灰は許さん。 鏡の変礼ですか虎之助は唇を引きゆがめた。我々先手組は、この砦を守って決戦する。全員残らず討ち死にだと、あなたはおっしゃった。その決戦の時を完全にして、殺者を覗こうとなさる。ボタンの鏡がそれほど。声を震わせて、そこまで言いかけたが、 源七郎は大股に一歩進み出ると、手を挙げて虎之助の高穂を激しく撃った。二つ、三つ、そして、よろめく相手の上へのしかかるように、黙れ、と叫んだ。ここは戦場だ。我々は武士だ。女のことなどで、うろたえるような未練者は一人もおらぬ。死ぬも方向。 生きるも宝庫。いずれに勝りおとりがあるか、旗頭として、その方ならではと思うから命ずる。河津虎之助、掛川城の御主君まで、死者を申しつけるぞ。出発は日没と同時だ。分かったか決めつけるように言うと、玄七郎は、厳ビをを巡らして、自分の詰所へ去った。 虎助はその日の暮れ方に山を下りていった谷へ入るところで敵に見つけられしばらく銃撃された様子だったが確かに駆け抜けて行くのを見たものがあった足を撃たれたと見えてびッを引いていたしかし元気に森へ飛び込んで行くのがはっきりと見えたその森は谷の外れから生見川の流れまで地を、 っている。そこへ入ればあとは大丈夫だろうこれで心残りはないと源七郎は大きく安どの息をついたそしてその夜彼は砦の広場へ全員を集めた全く風のない静かな夜で虫の音が湧くように湿った夜気を震わせていた 源ン郎は兵の一人一人を見回しながら、明日こそ決戦の時であると告げた。明くる17日午後、恩旗本本軍は大井川を渡って駿府城攻撃の火蓋を切る。我らは日没まで敵の兵力をこの菩提山へ引きつけておかなければならない。佐 この砦を奪取した意味はそこにあるのだ。ここが死に場所だ。しっかりやろうぞ。簡単な、静かな言葉だったが、かねてこの木を待っていた兵たちは、火のような興奮のためにどよめいた。源七郎は、別園の酒をあけろと命じ、自分も兵たちの中に席を占めた。にぎやかな。 まるで外人の祝いを思わせるような明るい主演がそれから一時ほど続きやがて見張りを残して兵たちはそれぞれ眠りについた源七郎は兵たちが寝静まるのを待って4人の組頭を連れて部庫へ入って行きかさわった大きな荷包みを運び出したそれは掛川から持ってきて 部下へ納めたまま手もつけなかったものである一体何だろうという疑問の種になっていたのが今ようやく目の前にほどき開かれるのだ組頭たちは暴浪の下へ運んでくると京をそそられた様子でその包みを取り囲んだ源七郎は姿勢を正して「レイ」と言った 四人はびっくりしながら急いで抵当した。そして二包みがほどかれた。幾重にも包んである中から現れたのは金の御平と金の扇の二つの大馬印だった。四人はあっと息を呑んだ。それは二つとも徳川家康の馬印である。 家康本人ならでは見ることのできないものなのだ。彼らはあまりに意外だったので、半ば呆然と源七郎を帰り見た。源七郎は静かに手を挙げて、それを累壁の上へ立てるのだ。そう言いながら、自分から先にその場所へ上がっていった。 八おい見ろご本人のおまじるしだこれはどうだ夢じゃないのかおまじるしだ夢じゃないおはたまとご本人のおまじるしだまだ明けきらぬ創業の取り出に時ならぬ叫び声が起こり兵たちが飛び出してきた塁壁の上には伊安本人の 大馬印が立ちそれを守るように榊原の赤字供養生酒井の金字四つ目水野の黒字に通報船と三部将の馬印指物が堂々と並んでいるみんな目を見張りあっけに取られて振りあおいだどうしたことだ誰も彼も自分の目を疑ったしかし 敵の驚がはそんな程度のものではなかったらしい朝の光が菩提さんの砦をくっきりと描き出した時突風でも吹き渡るように敵陣の上に慌ただしい動揺が現れまるで手繰り込まれるような形で重体が火蓋を切ったかくて敵の従者によって血栓の幕は上がった 一瞬の間、兵と武器弾薬を集結していた海勢は、山上に徳川本軍ありと見て、全陣地に伝令を飛ばし、後ろ備えをも上げて、総攻めの体制をとった。玄師郎は、これを静かに見ていた。戦は、彼の測った方向へ傾いてきている。はじめ、掛川を出るときから、 先手組の過数で敵の兵力を引きつけるにはこれが考えられる最上の策だそう思ってひそかに本陣のお馬印を模索してきたしかし敵がその策に乗るかどうかは半ば疑わしかったのであるそれが行幸にも図に当たったのだ敵は見事に誘い込まれてきたし味方の兵たちは ご本人の馬印の下で死ねるという思いもうけぬ幸運のために四季百倍したあとはただ傾いてきたこの戦の方向をつかんで離さなければよい味方の一人一人が最後の一人が討ち死にするまでがっちりと敵を引きつけて戦うのだ落ち着いて行こう日没まで 地獄はたっぷりある源七郎はそうつぶやきながら暴露へ上がっていった従者に始まった敵の攻撃は時の移るに従って徐々と接近戦になり午前10時ごろには一度敵のやりたいが類科の堀まで突っ込んできたしかし源七郎はあくまで主勢を取り 適宜に矢玉を打ち込むだけで敵の誘いに乗ることを厳しく押さえつけていた探りと誘いを兼ねた襲撃が幾度か行われ陣構えも次第に近接してきた焼けつくような日光がギラギラと照りつける下で荘園が舞いたち銃声と時の声が谷間にこだました 前進してきた敵は、砦を東南から囲み、半円を随時に縮めながら、激しい銃射と突撃等をやつき早に繰り返した。戦機は、ようやく熟しつつある。今だ玄四郎は、抑えに抑えていた第一夜を放った。三番組の抜刀隊を切り込ませたのである。 それは馬の時をかなり過ぎた頃だった。砦を降りて、まっすぐに敵の中へ踊り込んだ二十四人の抜刀隊は、群がる人数を相手に、悪揮のごとく切り結んだ上、あるいは敵と差し違え、あるいは投げ伏せ、切り伏せ、奥へと突っ込み、相組んで谷へ転げ落ち、散々に戦って、一人残らず、討ち死にをした。 およそ半時余り続いたこの死闘が終わると敵の攻撃は再び砦へと集中した今度は荒手も加わって左右から銃を追いかけつつひしひしと攻め上ってくる原七郎は右翼から槍組を突っ込ませたそして白兵戦が右翼に展開した時二番組の抜刀隊を 棚まで切って出したしかしこの2体は一戦するとすぐ砦へ引かせ押し詰めてきた敵の頭上へ狙いうちに矢玉を叩き込んだ合戦は思いのほか早く頂点に達するかに見える源七郎は指揮を取りながら暴楼にいる物見の兵に呼びかけた「物見」。 本軍の動く様子はないか何も見えません。物見の兵はそう叫び返した。まだ何も。原子郎は唇を噛んだ。本軍の大井川都将が済むまでは、この取り出を確保しなければならない。焦るな、焦るな。彼は盛り上がってくる決戦の木を前にして、ともすれば、 り立つ心をぐっと引き締めひとしきり防線を銃撃に集めた午後2時過ぎるとるいの中に寝ていた将兵たち17人も出てきた彼らはこの砦をダッシュする時負傷したものでそれまで固く出ることを禁じられていたのだがやさけび時の声の激しくなりわさるのを聞いてたまりかねついに 類へ出て戦いに加わったのである彼らは使者の銃を取り弓を持った弾を運び水を配って回った敵の矢玉はその頃から圧倒的になりみるみる味方の損害が増し始めたおい影行浩二郎三郎左衛門 左翼の累壁の下でそう呼ぶ声がした呼ばれた者が振り返ると相手は横ざまに倒れ銃を左手に起き上がろうとしているところだったどうしたヤコべやられたか何彼は馳せ寄った友を見上げニッと笑いながら首を振った背中を、また飲みが食い上がるすまないが 手を入れれ。てて書いてくれそうかうなずくなり具足の襟をくつろげ手を差し入れて書き探ったのみではなく貫通した重曹から流れてる血だったええ気持ちだすまないな影井不公二二郎三郎座。サブローザ そこまで言いかけると、彼は急に、がくりと前へ崩れた。だが、かすかにこう続けた。長すぎる。べらぼうに長い名だ。ライスはもっと、短いのをつけてもらえよう。そして、絶息した。その時である。暴露から、物見の兵の、

物見からは刻々に本軍の動きを知らせる叫びが聞こえた。大井川に行き着いた土煙は先方が塗傷したと見えて川を二つに分けて帯のように空へたなびき上がりそのまま東へ東へと下押しに移動して行く。明らかに東岸の敵陣を突破した様子だった。 この知らせの一つ一つが砦の兵を狂気させたとうとうここまでこぎつけた源七郎は神にも射し,したい気持ちでそう思い一層熾烈になった敵団の中へ大股に出ていったみんな聞けお旗本本本軍は大井川を越して今寸府へとまっしぐらに進んでいる。 我々は、お役に立った。ここが先祖だ。最後の一人まで、大馬印の下で死のうぞ。それに応えて、鳥で覆うように、時が上がった。玄七郎は刀を抜き、家康の大馬印の下へ行って立った。傾きかかった真夏の日は、なお、レスレ々と輝き。 惨憺たるこの戦場を社に照らし出していた九。徳川本軍はその夜のうちに府中城を攻め落とした山縣昌景は奇襲を受けきれぬと見てもろくも旗を巻いて退却した。 家康が入城するとすぐ榊原康政がお目通りを願い出た家康は待ちかねていた様子で彼が目通りへ出るといきなり菩提さんの様子を尋ねた今日の奇襲が成功したのは菩提さんの砦が敵の中枢勢力を引きつけて離さなかった点にあるだがわずかな兵数で どうしてこれだけのことがなしえたのか家康にはそれが何より不審だった。いかなる辛抱気楽があったのか申し上げます。安政は問いに答えていった。まわとり申し訳もなき次第ではございますが、かの砦りには本人の お馬印を立てたてのでございます。本軍が山上に詰めたと見せるためにもったいのはござれども御馬印を拝借つかまつりますと前夜一人の使者をもって願い出ましたお許しもなく 大馬印を拝借つかまつるなど何とも戦場無礼の沙汰ではございますが貨幣をもって敵の大軍を引きつけ駿府攻略のお役の端にも相立ちましたことなれば成たぞ、お慈悲を持ちましてもうよい分かっている家康は手を振りながらふとその両目を閉じ 神戸をったれたかなり長いことそうしていたがやがて静かに表を上げて「庭とはならぬがこの旅は許すその方すぐ見に行ってやれ」は「はっ生死にかかわらずこれを使わすぞ」そう言いながら家康は 来ている陣羽織を脱いで差し出した康正はおしいただいて受け爆影を下がるとそのまま夜道をかけて菩提山へ向かった康正主従が山上へたどり着いたのは明くる日の黄昏前だった足の踏むところ 目を向けるところ、どこもかしこも死体だった焼けたぼうろうや崩れた累壁の下まで探したが息のあるものは一人もなかった防げるだけ防ぎ最後には敵が切り込んできたと見え刺し違えて死んでいるものが随分あった中には負傷して身動きができなかったのだろう 自ら吐くした者も十人余りいた土田源七郎の死体はお馬印の下に見つかったそこで最も激しい戦いがあったらしく折り重なっている二十人余りの屍は兜が飛び鎧はズタズタにちぎれ持っている刀もあるいは折れあるいは のこぎりのように刃こぼれがしていたあまりのさまじさに安政も従者たちも声が出なかったしかし無残とか哀れとかいう感じはいささかもないただ神々しいまでに壮烈だった神々しいというよりほかに形容しようのない壮烈なありさまだった 玄七郎の亡骸を起こしてやれ安政がそう命じた獣者の二人が左右から玄七郎の死体を抱き起こした安政は下詞されてきた陣羽織を取って静かに進み寄り生きている者に言うように感動を抑えた低い声で言ったおっぱれ よく戦っ,ったな土田源七郎お馬印のことはお許しが下ったぞその上ご着用の陣羽織を使わすとの仰せだ俺が着せてやるぞいいかそして自ら死体に着せてやったうれしかろう見事な武者ぶりだぞ その時初めて康政の目から涙がハラハラと溢れ落ちた。ひれ伏している獣者たちの間にお越の声が広がった。少々と吹き渡る風がこの凄まじい戦の跡を弔うかのように松の小嶺を鳴らしていた。 松の留守城にいた三村勘兵衛のもとへ土田源七郎の書状が届いたのは先手組の全員が菩提山で討ち死にを遂げたという秘宝とほとんど同時であった書状に添えてタ丹の鏡が戻されてきた勘兵衛は手紙を読み終わると娘を招いて これを読んでみろ。と、渡した。信夫にはそれが、誰の書状であるかすぐにわかり、ちょっと顔を青くしながら、しかし、落ち着いた態度で開いた。心急ぎ騒ろうまま、一切尽くしいもさずそろ。この度、出陣の右利、ご秘蔵の故郷、ご慶由に預かり騒ろうこと、 身に余る家宝と存じそろ。去りながら拙者には、お受け申すこと相なりがたく。ぶしつけの儀、いかにも、申し訳これなく候えども。ぜひぜひ、河津虎之助にこそ、故郷、お譲り下されたく存じそろ。虎之助ことは、無双の者のふにて、拙者には、片腕とも、弟とも、 頼むものにござそろ。信男殿にもよくよくこの儀お伝えのうえ、やがて家職の恩祝いもあらば、定説なる妻として末永くお仕えなさるべく、万福の栄をこそお祈り申し上げそろ。源七郎。という署名の力強い文字を見ながら、 暢夫はあふれてくる涙を抑えることができなかった源七郎の広く温かい心が悲しいほどじかに胸を打つ自分がうかつだったために犯した取り返しようのない過ちをかばって虎之助に鏡を譲ってくれと自ら父に頼んでくれた。 訂正な妻になれという一言はおそらく信夫に呼びかけているのであろうよくわかりました下七郎様信夫はそっと心の内で答えた私河津の家へ嫁ぎますそしてトランスケ助殿の 切な妻になりまにりすそれがあなたさまへのおわびのしるしにもなるとしんじますから勘兵衛はむすめのようすをいたましげにみまもっていたがやがてしずかにいたわるようにいった「かわつはけがをして掛川にいるそうだ。まもなくかも松へかえってまいるだろう。 源七郎の志だ。もし帰ってきたらお前からこの鏡を送るがよいわかったなはいはいと口の内で答えながら信ぶは両手で表を覆った傍らにいた母親の菅もそっと目を押さえた勘兵衛は膝の上で 固く拳を握り、窓の方へ目をそらしながら、まるで自分で自分を慰めるように言った。源七郎は、殿からご着用の陣羽織を廃業したという、おののとしては無情の死に方だった。まことに、羨むべきやつだ。まことに。 羨むべきやつだふきこの辺に「安全がどうとかして神道を滅却すればうんぬん」ということを記したがこれは「唐の管理員学士と「純のしとうん」し唐の学純の詞の点結であって正しくは 三福門を閉じて一能をかぶる。かねて松竹の香炉を影するあり。安全。何ぞ必ずしも。山水を持ち神道を滅却すれば、火もまたするし。というのである。後半二句の点結はいろいろな意味で味わいが深く、かなり広く人々に愛称されている。 貝の国エリンジの海戦御将が武田勝頼の滅亡した時織田信長の帽子にたかれて死んだその折炎上する三門の牢城でこの句を大活したという話は有名である講談雑誌昭和十九年 2月号